研修にご参加の皆さん、こんにちは。私は東京学芸大子ども未来研究所の原口直と申します。今日はよろしくお願いいたします。私は音楽家の教員です。法律の専門家である弁護士さんや弁理士さん、行政書士さんとはちょっと違います。学校の中でどのように著作物が使われているのかということがよく分かっているはずです。 私が著作権に出会ったのは、教員になる前です。そこから教員の経験を経て、著作権について教員として音楽家で発信をしてまいりました。現在では YouTube やウェブサイト、また自治体や学校向けの研修にも呼ばれて、教員相手に話すこともあれば、子供相手に話すこともあります。まずはじめに、 学校で著作権という言葉、よく使われるようになりましたし、耳にすることも多くなったと思います。もちろん、ギガ端末が入る前にも著作物、著作権あったわけですけれども、端末が入って急に、また配信などが始まって急に著作権という言葉を聞くようになったかと思います。生活や社会の中にも著作権に関する問題、さまざまなことが挙げられています。 子どもたちの大好きな漫画やアニメに関するものもたくさんありますし、子どもたちそのものの著作権違反なんていうところも上がっています。そして学校です。学校の学校だよりや保険だより、それから一番最近では、教育相談だよりといった丸々だよりに使われるイラストについて著作権違反、また賠償の責任があるということで、このように。 たくさんの違反で、えー、記事になっていいるとうこういった問題が起こってしまう原因は、利用規約。これをきちんと確認していないことがあると思います。こちらは無料フリーのイラストといえばのイラスト屋さんですけれども、そのイラスト屋さんの利用規約です。 イラスト屋さんのイラスト、フリー、無料と思われがちですけれども、著作権は書いた方、二船隆さんにあるということが書いてあります。ご存知ですかまた、この利用規約、読んだことありますかイラスト屋さんのイラストを見たことがある、使ったことがあるという方でも、ご利用について、利用規約、また、学校について書いてある、よくある質問なども目を通していただくと、どのように使えるか、どんなときに無料かということがわかります。 また、フリーイラストで出てくるのはイラスト屋さんだけではありませんね。様々なものが出てきますが、それぞれにこのような利用規約、使い方があって、それぞれのサイトで利用の仕方が異なります。必ず確認をしてから使うようになさってください。私が著作権教育を広めたい理由は、子どもたちの逮捕者、違反者を出したくないというところが最も大きな部分です。中学生や高校生、 えー、簡単に著作物使えますしそれを広めることもすべも持っていますですので、えー、違反がないようにその知識を身につけてほしいという思いを持っています子どもの逮捕者を二度と出したくないという思いです今日お話しする内容については今日から自分からできることからなさってください今までがこうだった隣の人はまた隣の学校は気になることはあると思います また、自分は著作権を知っているからいろいろ気をつけながら配慮して使っているのに知らない人は配慮なく悪気なく平気で複製や改変をすることにずるいなと思ってしまうこともあるかもしれません。今日から自分からできることから是非身近なところから気をつけたり声かけをしたり改善をしたりするようになさってください。まず著作権の基礎からです。 知的財産権という言葉の中には、著作権。このような言語、音楽、舞踊、また写真、子どもたちで言うと、美術やイラストですね。こういったものに著作権があります。また、他に産業財産権といって、特許、衣装、商標なんていうのもあります。特許、出願とか、商標登録なんていうのがあるように、特許や衣装、商標については、え何か申請を出して認められて初めて自分のものとなります。 著作,権は別です作った瞬間にその人に著作権があります。ですので、子どもたち自身にも、ひ、まあ、いては保護者にも、子どもたちの作った作品、作文とか絵とか、えー、それから音楽とか、そういったものを作ったものには、子どもたちに著作権があります。もちろん、先生方も毎日毎日たくさんの著作物を生み出しているということになります。ワークシートやスライドといったものも、先生方の著作物です。 そしてその著作権には法律があって全部で第124条まで中を見ると200条ぐらい、えー、あります。内容はとても難しいですし、専門的な文章が多いですので、皆さんに知ってほしいのは原則、そして学校向け、この2つを押さえていただきたいと思います。まず原則、著作権法に書いてある原則は、作品は作った人のものですよということが書いてあります。作った人のものだから、 使うとき、増やすとき、変えるときには、作った人に許可を取る。これが原則です。作った人に許可を取ってから、使ったり、増やしたり、変えたりしてくださいね、ということが書いてあります。では、学校ではどうでしょうか学校で著作物を使うときに、作った人に許可を取る。連絡をしたことありますかまたいちいち連絡する必要があるでしょうか まず学校での著作権についてですけれども、学習指導要領というのがあります。学習指導要領は、文部科学省が決めている学校の授業、それから教科書の内容を講師や学年教科ごとに考えているもので、10年に1度ぐらい更新されます。この学習指導要領の中に、著作権、知的財産権について書かれています。一つ世代、一世代前の音楽家、 中高で初めて一文、著作権について、知的財産権について、必要に応じて触れるようにすることと書かれています。そして一番最近の学習指導要領では、中学校では音楽、美術、技術、高校では芸術、情報、そして小学校で初めて音楽にこの文章が載りました。一文だけ載設ていた前の学習指導要領よりも、内容がとても充実していることが分かります。 音楽文化の継承、発展、創造につながるようにする、この音楽の部分が美術だったり書道だったり、そのように言い換えられています。学習指導要領に載ったということは、教科書にももちろん載っています。また、学習指導要領に載っているということは、教員採用試験でも出題がされています。こちらは令和5年度に出された東京都の音楽の教員に。 対する出題ですで。他の都道府県、また講師、教科でも著作権に関する問題が出されています。皆さん、答えられますかここでは答えられるかどうかということが重要なのではなくて、新しく採用された若手の音楽家の教員たちは、こういうことを学んで入ってきてるんですよということが重要だと思います。学校の中で著作権について知っている人は、音楽家。 また、他の先ほど出したような教科の先生方も学んで、もしくは教える立場ですので、そういうことを知っているんだよということを、まず大歩として知ってほしいと思います。学校の中に著作権について聞ける人、一緒に学べる人、それから共有できる人はいるんだよ、見方がいるんだよということをぜひ知ってください。 先ほど著作権法全部で第124条までありますとお話しました。原則と学校向け、この2つを覚えてほしいとお話しました。原則は作った人のもの、作った人に許可を取るでしたね。では、学校はどうでしょうか。124条ある中の第30条から50条、ここには著作権の制限といって、原則は許可を取るけれども、許可を取らなくてもいい。 取らずに使えるという例が三十から五十条の中に書いてあります。その中で皆さんに知ってほしい学校に関するもの、三十一条図書館、三十二条引用、そして第三十五条学校、これを知っていただきたいと思います。この使い方、三十条から五十条の使い方であれば例外的に著作者に許諾を取らずに取らなくても使えますよということが書かれているのです。 30条から50条の一部をこちらで紹介しています。よく聞く、私的利用、自分のためのものだったらいいですよ。それから、著作権フリーと書いてあるもの、著作権が放棄されているものだったら許諾を取らなくていいとあります。もちろん、イラストとか音楽とかフリーと書いてあっても、そのフリーの範囲が違ったり、先ほどお示しした通り、著作権を放棄していない場合がほとんどですので、必ず確認、利用許諾を確認してください。 それから、非営利のもの。それから、保護期間切れというのもあります。こちらは一般的によく知られていますけれども、保護期間、作った人が亡くなってから、没後70年と定められていますので、70年以上経っているものは、許諾が不要で使うことができます。そして、試験問題というのは、学校の中で、学校の中の定期テスト、定期講座ではなくて、学校に入ってくるための試験に使う場合。 こういった場合は許諾不要で使えますよということが書いてあります。そして図書館、引用、学校について、ここが皆さんに深く関わるところです。図書館について、こちらは公共図書館の場合です。公共図書館と学校図書館では扱いが違いますので、特に公共図書館からいらした先生、経験がある方はご注意ください。公共図書館ではこのような決まりの中で、許諾不要に でで使うことががきる場合があります続いて、引用です。論文などを書い,たあるこ書いたことがある方はお分かりになると思いますが、こういった条件の中で、えー、引用をすることができ、その場合には許諾が不要で使うことができます。そして、第35条学校です。第35条学校は、教員から子ども、子どもから教員。 子供から教員、教員から子供。このやりとりの中で他人の著作物を使う場合には許諾不要で使えるというルールです。そして授業であること、最小限であること、公表されているものであること、そしてオンラインは優勝。こちらは後でお話をします。授業の範囲、どこまでかなと悩まれる方がいらっしゃいます。このように指針が出ています。 授業は教科や特活学科、そして図書委員会などの児童生徒会、それから文化祭や卒業式といった行事、クラブ部活動も授業の中に入りますので、許諾不要で使うことができます。一方、教員から子どもという条件でしたので、それ以外の教員から教員、教員から保護者の場合は授業でないと。 というふうに判断されますので、職員会議や保護者会などで使用する場合には、原則に則っ,って許諾を取るという必要があります。そして気になる学校支助さん、また学校に関わる方たちが何をできるかということです。ここに一つ条件が書いてあります。教育を担当する者、つまり教員から指示を受けた場合でしたら、教育支援者や補助者は教員と同じように 学生や講習送信がでできるるとありますすもう一つのの条件は、えー、児童生徒等の求めに応じる場合です教育を担当する者、つまり教員から指示を受ける、また、えー、児童・生徒からの求めに応じる、その場合には、先ほど示した授業の範囲、また著作者の利益を不当に返さない範囲で、同じように使うことができますので、どうぞご安心ください。 今の話をまとめます。原則は許諾が必要です。そして例外の部分があって、職員会議やオンライン授業、行事配信は原則こちら側です。例外授業などは許諾が不要で使います。この緑で書いた部分、オンラインや行事配信は例外的な使い方、もしくはサートラスへの支払いで許諾が不要で使うことができます。はい、ここでオンライン授業の話です。 さあ、サートラスという単語が出てきました。これはオンライン授業にとってはなくてはならない団体、存在です。説明します。授業で何か、えー、複製する場合、また公衆送信をする場合、えー、他人の著作物を使う場合には、ギガ未満ですね、紙で印刷しているときには、えー、許諾が不要で複製、配布ができていました。 しかし、ギガ端末が配られて、オンライン上で教員や子どもたちがやりとりをするようになりました。その場合には、許諾が必要だったんですけれども、そうすると、いちいちグラフを使います。写真を使います。イラストを使います。いちいち連絡、許諾を取らなければいけないとなって、授業が成り立ちません。教員も子どもも大変です。ですので、それではギガ端末が使いにくいということで、2021年度から、授業目的、公衆送信、 賞金制度というのができました2021年度からえ、小学生は120円、中学生は180円、高校生は420円、大学生は720円、1人当たり年額納めることで、公衆送信、オンライン上で第三者の著作物をやり取りする場合に、許諾不要でできますよというふうに法律が変わったんです第35条が変わったとということです。 あれ ?120 円、180円、集金してないな、教材費、学年費取ってないな、大丈夫かなと思われるかもしれませんが、その場合には、この発行設置者が支払いをしているかということを検索してみてください。小中学校でしたら、9割の自治体がすでに支払いを済ませております。サートラスのサイトから学校名や自治体名で検索できますので、え不安な方はぜひ検索をしてみてください。 120円、180円。例えば横浜市だったら横浜市がもうすでに支払ってくれていますので、どうぞ胸を張ってたくさん使ってください。120円払えば使い放題です。どんな著作物でも何回でも使いますので、どうぞ胸を張ってたくさん著作物を使って子供たちとのオンライン授業を充実させてください。120円払うと何ができるかということが黄色い枠の中に書いてあります。 メールを送信したり、外部サーバー、例えば Google Classroom、そういったところにアップするとか、後で見るオンデマンド、それから生中継のリアルタイムの授業などが120円を支払うことでできます。またその120円はきちんと作った人に渡るんですよということが書いてあります。 120円は一旦サートラスという管理団体に渡って、そこから作った人、音楽を作った人、写真を撮った人、絵を描いた人、そういった人たちにきちんと渡るんですよということが書かれています。次によくある質問です。ここで答える内容ですけれども、著作者の許諾を得ていれば可能ですし、現時点での回答というのは著作権法、法律が変わったり、解釈が変わったりしますので、現時点、本日の時点です。 また、例外的な使い方もありますので、ご注意の上を進みます。まず、書影についてです。司書教諭さん、学校司書さんから最も多い質問が、書影、表紙の使い方についてです。著作者の利益を不当に害さない範囲という条件です。表紙を許諾なく利用することが許されるためには、1、引用第32条、そして2、 著作物の貸し出しの申し出、この2つに該当する場合というふうに言われています。まず32条、引用については、先ほど条件を示しましたね。オリジナルの書表、文章、感想文などを掲載する。またそこに、署名、著者名、出版社名、発行年などを掲載するということが条件です。2つ目の47条の2。 著作物の貸し出しの申し出については、まず図書館の蔵書として保有をしていることが前提です。そこにさらに先ほどと同じ署名、著者名などの情報を掲載する。そして、いずれの場合にも不必要な大きさや解像度で掲載することはできません。特に丸2の場合には、紙の場合50平方センチメートル以下、それから Web の場合は解像度、 3万2400ピクセル以下というのが、政令によって定められています。本の表紙を使いたくなる、図、ま、書だよりとか、Google クラスルームとか、そういったところで使いたくなる気持ち、よく分かりますが、表紙もえ作った人がいます。その人を守るために、こういったことを、えー、守るようになさってください。また、えー、次に多い質問と言ってもいいですね。読み聞かせについてです。 対面で読み聞かせをする場合には、第38条、非営利、無料、無報酬の場合、それから教員の指示、また子供の求め、これ35条にありましたね。えこの条件によって読み聞かせをすることができます。ただ、動画を録画する場合には、全部の利用については著作権者の利益を不当に害する。 とといいうう考え方が一般的のようですのよでで、すす。動画にについては出版社に許諾をを取ることをお勧めします最近では出版社のウェブサイト上に読み聞かせの、えー、扱いについて書いていたり、えー、そういうことがありますので非常に調べやすく見つけやすくなっていますので読み聞かせの動画を作る際には学校であっても、えー、子どもであっても十分に注意をして扱うようになさってください。 最後に、えー、子どもがやりがちな違反です、えー。一番やってしまいがちなのが SNS のアイコンです。というふうに子どもたちに説明すると、ヒヤーというふうに感 <laughs> 性というか悲鳴が上がります。えー、LINE のアイコンなど、誰でも見られるようなもの、アイコンの丸の中にある写真とかイラストですね。えー、そういったものについては、誰でも見られる状態なので、例えば有名人や芸能人の写真。 イラストの中でも、例えばキャラクターのイラスト、ブランドのロゴ、こういったものはえ許諾なしに本当は使うことはできませんので、自分で作ったもの、自分で書いたもの、もしくは自分で考えたもの、こういったものを使うようにしてほしいと思います。作品にキャラクターというのは、授業の中で使う作品にキャラクターを使うのは、学校の中ではいいんですけれども、それを写真に撮って何か広報誌に載せるとかえ、外のコンクールに出す場合には、 学校の外は出てしまいますので、えー、注意、許諾が必要です。そして、教員がやりがちな違反でも同じく SNS のアイコンです、えー。この話を教員にすると、ガーッという声は出ませんけども、声にならない表情。れ <laughs> はやばいという表情をする方もよくいらっしゃいます。えー、子供と同じです。気をつけましょう。また、無許可で改変、公表や改変については、児童、生徒、 著作者ですね、に確認が必要です。今日は20分しか、えー、時間がありませんので、えー、著作権のこともっと知りたい、質問したいと思われる方もいらっしゃると思います。著作権知れば知るほど分からなくなります。私も今でも勉強を進めていますが、そういった場合には、おすすめのサイト、文化庁、それからクリックと読みます。CRIC クリック、著作権情報センター。 そして今日お話ししましたサートラス、事業目的、公衆送信、保証金等管理協会。そして手前ミスですが、私のサイトなどをぜひご覧ください。文化庁というのは、文部科学省の中にある文化庁、その文化庁の中に著作権課というのがあって、法律の整備や解釈の説明、また子供たちに使える教材なども紹介しているサイトがあります。ぜひご活用ください。最後に著作権教育は急務です。 えー、まずは教員が知るということが第一歩それから皆さんの、えー、発信も大事です子どもたちにももちろん教えてあげてくださいまた腹口のせいにするというのは忙しそうな先生方に「なんとか頼りのこのイラスト気になるんだけどな」なかなか言い出しにくいことあると思います「このイラスト大丈夫ですか利用規約読みましたか?」と伝えるときに「研修で腹口って人は言ってたんですけど」とか 原口って人の YouTube 見たんですけどなんていうふうに是非私の名前を引っ張り出して構いませんので著作権のことをお知らせしてあげてください端末ギガ端末という無限の著作物を配ったわけですから子どもたちには著作権について話す義務が私はあると思っています 学校の中と外ではルールが違う。学校の中だから許されている。同じように外で使うと違反になってしまうこともある。そういったことをきちんと子供たちに伝えて、使い方を、えー、お話しするといいと思います。そして私のサイト、YouTube でも Web サイトでもありますので、ぜひご覧ください。一問一答3分ぐらいで答えているものもあります。原口直著作権で検索をお願いします。 また、師匠教諭、学校さん向けの研修え、本年度だけでもこれだけたくさんの教育委員会やえ学校図書館に関する、えー、団体さんから依頼をいただいております。えー、多いのはです、ね、60分とか90分、こういった、えー、まとまりでお話をすることが多いです。 60分の場合、本日お話ししたものをもう少し詳しくお話しするのと、それからさらにプラスして、小学生、中学生、高校生にどうやって教えるかという具体的な内容もご紹介できます。90分の場合は、それに加えてワークですね。実際に利用規約の読み方、フリーイラストで出てきた利用規約、また新聞社、どこの、えどこを見ればその新聞を使っていいかがわかるのか、またえポケモンとかチーカワとか、そういったそれぞれの イラスト、どこを見れば利用許諾があるのか、利用許可が下りるのか、もしくは下りないのか、どういう条件なのかということを一緒に読むことをする時間を作っています。また、教員にどう伝えるか、印刷室でバン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 ワークをコピーしている先生、どうやって言ったらいいのかな、そんなことも一緒に考えるということができます。どんな時間の場合でも、依頼者へのリクエストに対応いたします。オンライン対面、動画提供、どんな方法でもやりますので、ぜひ、 ご連絡をお願いいたします今日はご清聴いただきましてどうもありがとうございました。